ラジオネーム狛犬さんよりいただきました。もふくんひろくんこんばんは。こんばんは。3回目のラジオを楽しみにしてました。2人に質問です。2人はもふくんはメガネ、ひろくんは羊と言われていますよね。これは正直どう思ってるのか教えていただきたいです、ということで正直どう思ってますか？とりあえずびっくりしたよね。なんかちょっとしたあのことだったのに、まだ瞬く間に羊っていうイメージがついてしまって。まあ確かにね、確かにね。いやもうこれはしょうがないよしょうがない。もうこうなる運命だった。実はもう実はあのメンバーになった時点で実はもう決まってた。マジか。こうなる運命決まってた。マジかもうあのなんか変えようがなかったいやー最初なんで羊に、って思いながらずっと思ってたよ正直。いやーもうね、受け入れよ、受け入れろってことだ。もうでももうここまで来たら、ああそうなんだなって正直もうあれだよね、気にせずやっていくしかないよねみたいな。はい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 。ということで皆さん、ヒロ君は羊で容認だそうです。まあいいでしょう。お本人公認が出ました。いいですね。あのこのラジオはあの皆さん、メンバーの皆さんから公認を得る番組でもございますので。なんてこった、ちょっと待て公認番組かよ。いや前回江戸さんのヤンキー公認が、あ公認出たっけなまあまあヤンキーってことなんですよ、はい、彼女は、ね、そういうことなんですよ。なので皆さんこれ以降ね、ヒロ君羊になりました。おい、それは語弊があるだろそれはなんか言い方がちょっと悪意あるよね。あの皆さんぜひね、海外のお友達にヒロイズスイープってね教えてあげてくださいはい、そんな感じで続いてのお便り参りますよ。あれモフさん、ちょっと、はい、待ってくださいよ。どう思ってるんすか？あ僕ですかそうですよ。僕はまあね、みんなね、多分ジョークで言ってくれてるんだと思いますよ。いやジョークじゃなかったらどうするんですかこれ。ちょっとジョークじゃなかったらしょうがないしょうがない、しょうがない、しょうがない。これ認めてるってことですか、もしかして？認めてはないです、しょうがない。あれあれ容認はしてないです、しょうがない。おー、致し方ないっていうことです。まあ認めてないけどね。なるほど。まあそんな感じで、はいはい、はいはい、他の人のやつ読めなくなっちゃうから。ずるいな、ちょっと。はい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 、次、はい次いきますよ。はい。